はい、どうもこんにちは、シーサーです。今回もですね、新作スマホゲームプレイしていきたいと思います。で、今回なんですけども、なんとネットイース最新作のね、スマホゲームをプレイするんですけども、本日より日本版がリリースされるということで、今回ね、一足先にプレイしていきたいと思います。はい、で、日本時間なんですけども、日本版のね、正式サービス開始の時間なんですけども、本日7月25日の15時からね、プレイできるようになりますので、で、概要欄にね、詳しい情報載せときたいと思いますので、ぜひね、そちらアクセスしてみてください。はい、ということで今回なんですけども、こちら起動都市ね X っていうね、ゲームの方プレイしていきたいと思うんですけども、こちらのゲーム、なんと荒野行動、サイバーハンターなどでおなじみのバトルロワイヤルを開発したネットイースの最新作ゲームになります。で、こちらのゲームなんですけども、近未来の世界観と登場してね、戦えるメカという要素をね、盛り込んだ作品となっております。で、今までのバトルロワイヤルと基本的なね、流れに加えて、どのタイミングでメカにね、乗って戦うかっていうところがすごく特徴になっております。いや、ついにね、日本版がリリースされたっていうとこ、すごく嬉しいですね。それではですね、 iOS、Android で本日リリースされたこちらのゲームやっていきましょう。バトルロワイヤル100人ですね、やっていきましょう。みんなの大大大好きなメカバトル大会の実況を買ってみた。で、とにかくね、声優さんが豪華なんですよね、このゲーム。で、このゲームのね、攻略としては、どのタイミングでね、メカになるかっていうところがすごく大事になってくるんですけども、バトルが間もなく始まります。では位置について、よーい、スタート。基本的に1回のマッチングでメカに変身することっていうのが、何回も変身することができるので、メカに変身するにあたって一定の時間ね、隙ができてしまうので、なので敵がいないタイミングでね、極力変身する必要があります。武器なんですけども、紫と黄色、もうこれがかなりね、激強の武器になるので、一番強いのがね、黄色になるんですけども。で、このゲームなんですけども、移動手段が車がないので、スノボーか、あとはもうメカに変身して移動するしかないんですけども、メカに変身すれば、アンチ死にっていうのはほぼほぼないので、あまりアンチ気にしなくてもね、このゲームはいいかなと思います。で、あとサイバーハンターみたいにジャンプするとこんな感じで移動ができますね、空中移動で。補給物資が、今落ちているところが確認できて、僕のところから遠いな。あ、そっか、近いな。 OK。 いや、またいいの、まだいいの。消えて、もう戻ってこないで。プラズマ砲強いですよね。プラズマ砲に変えよう。このゲームでね、もう AWM って言われてるのがこのプラズマ砲なんで、プラズマ砲持っちゃいましょう。で、HP の上にあるこのマークがメカに変身するマークになるので、 100% になると変身することができます。で、あそこで撃ってるやついるな。さあ、クラガイ、このゲームの最強の武器 AWM、 プラズマ砲当てたいな。これ4スコついてるんでね、すでに。よいしょ、一発、いいね。あそこに、そう、メカに変身するとね、確かに強いんですけども、ただね、的になっちゃうんですよね。ラグか。よし、オッケー。で、これね、スケボーを使うとね、バカ強いんですよね、このゲーム。スケボーを乗りながら移動すると。
あそこにいますね。当たってないか。銃声が聞こえた。はい、さあもう一発ぐらい。いや普通に撃った方が早いねこれ。消えて。普通に倒しちゃおう。もう戻ってこないで。お、スナイパーいいの持ってるね。紫のスナイパー。あ、変身したねメカに。銃声が聞こえた。メカに変身しましたね。多分場所バレてないかなあれは。あ、戦ってるわけか。よし、じゃあ援護射撃しよう僕は。さあプラズマ砲の餌食になるがいい。前方にメカを発見。また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 、こっちにもいるのか。まあでもね、人間だとねなかなか当てるの大変なんで、むしろ近接系で行った方がいいかな。ズドン命中。意外に人間でも全然ねやっていけれると思うので。ちょっとリロードして。ズドン命中。はい、オッケー。と銃の腕を競う気で、体力とかの回復なんですけども、一定の時間経つとね、体力回復するんで、で、武器に関してもね、弾に関してももう無限なんでね、もう最初に補給物資ゲットしちゃえばもう、強いんですよね、このゲーム。敵いっぱいいな、この周辺。完璧な銃声が聞こえた。私と銃の腕を競う気？ほんの一握りの選手しか残っていません。さあ上にもいるね。誰の手に渡るのでしょうか。意外にメカ使わなくても全然いけるやつね。プラズマ砲は強いですから。あいつから破壊しとっか。的になっちゃうからね、メカになるとね、攻撃力は増すんだけどね。なんで結構人間のまま行ってもいいのかなって感じはしますね。銃声が聞こえた。さあもう少しで機体が壊れそう。どうやらあんたのメカとまだ心が通じ合っていないみたいだね。ズドン消えて。ちょっと補給物資漁ってみようかな、せっかくなんで。お、なんかいるぞ周りに。なんかカニみたいなロボットいますね。さあちょっと変身してみるか。じゃあホットスチールになっていきましょう。もう僕のお気に入りなんですけども。誘導ミサイル、こんなのなんか僕初めて見たな。誘導ミサイル、これこんなのがあるなんて。ちょっと人間になろうか。この誘導ミサイルっていうのを使ってみたいね。ちなみに、あ、これはでもあれか、適当に撃ってみるか。あ、待った、適当に撃っても絶対当たるやつ。これ強いなマジで。これ勝手にあれでしょう、相手の方向かってくれるんじゃない。当たってるね。いいねいいねいいね。ドキドキしてきました。さああと2名。正直体力がピンチになるまではねメカ使わなくてもいいかなっていう。でアンチ陣とかね仕掛けた時はもう逆に変身しちゃった方がねいいと思います。もう移動がね、はい、楽なんでね。よし、近づいてきたら人間に戻ろう。メカにダメージを負わせられない。
さあどっかにいんのかな、あと2名ってこと、あともう1人かどっかにいんのかな。あ、いた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 、走ってるやついんな、あそこに。さあミサイル撃ってみよう。あ、でも相手の位置に向かってこのミサイル飛ばないんだね、別に。そうかそうか、まあいいや、もうメカ変身しちゃおう。メカ変身して、さあ力の、これメカ強いからね、人間対メカもう接近戦になると急激に、お、こいつもメカに変身した。メカ勝負。でもこいつ強いんだよね、最初の段階でも。これでまだ死なないんですよね。メカになった後に今度ね人間になるので、メカに乗ってた人間を倒さないとキルしたことにならないんでね。今までにはなかったバトロワ史上初のメカとのねコラボっていうところで、まあ、今後ねすごく流行るんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、もしよかったらね皆さんぜひやってみてください。はい、ということで、もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと確認、ちょっとやってみようか。されてたパターン、これ撃てる？あ、撃てるね、これやば、やばすぎでしょ。あ、でもリロードすると戻ってしまう。誰かが助けに来てくれて嬉しいんだけど。あー、来てくれてる、この女の子。みんな来てる、みんな来てくれてる。君たち目の前でさ止まってない、助けて、早く出たい。ねえ、なんで助けてくれないの。ひどい。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。